高12世限定秋季特別講習申し込み受付中。君の志望校から現在の学力を逆算して毎週の勉強計画を作成する自習コンサルティングや、難関次第の傾向を知り尽くしたプロの講師たちによる映像授業、映像授業や参考書の習熟度を毎週確認することができる完全オリジナルで作成しているアウトプットテスト、みんなが難関次第に合格するために必要な全てを詰め込んでいる特別講習です。10月31日までの申し込みで、通常 73,700円が 33,000円で受講することができます。詳細を申し込みは動画概要欄もしくはコメント欄の URL からよろしくお願いします。まあ数学か社会だったら数学の方が得意かな、はい、みたいな状況だったら僕は数学進めない。進めないですね。絶対進めないですよね。やっぱり僕らが指導してて思うのは、安牌は日本世界史。そうですね、はい、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムです。お願いしま す。さあ本日はですね、高2の選択科目、今からでもこれに変えろということをテーマに話していきたいと思います、はい、まあ高2生ね、もう勉強を始めて選択科目、文系なら、社会日本史にしようかな、文系数学にしようかな、理系なら物理化学生物どれにしようかな、いろいろあると思います、はい、でまあ各大学学部ごとに、選択科目が指定されていない限りは、はい、まあ個人の自由で大学が決めたものの中から選べるというところがあるので、はい、まあ我々の意見として、高2生でまあ早く始めてる、まあ早くないんですけどね、難関次第志望で、この10月これ下旬の動画なんですけど、うん、スタートって別に早くないんですけど、うん、まあ選択科目の勉強をしていく上で、はい、まあこういうことに注意してっていう話も含めながら、はい、選択科目の選び方基準について話をしていきたいなというふうに思っております。はい、はい、まあでいろいろ意見があるんですけど、そもそもちょっと僕のエピソードを話させてほしいんですけど。そうですよね、まあ、珍しいタイプですからね、はい、はい、で僕は結論文系数学受験をしておる人間でございまして、はい、高2生までは理系でした。学びズムに9月、厳密に言うと7月の夏季講習からお邪魔してたんですけれども、はい、そこで一番最初に話した時は理系で、はい、そうです。英語数学一応科学物理どっちにしよっかなみたいなんで悩んでた人間です、はい、あるあるですね、はいはい、で理科がちょっと苦手で、はい、でも数学めっちゃ得意、はい、で現代文めっちゃ得意、はい、で英語めっちゃ苦手みたいな、はい、結構いびつな、ね、得意科目苦手科目がある中で、はい、僕は最初文系が数学で受験できるって知らなかったんですよね。はい、お恥ずかしい限りなんですが、はい、知らなくて、で学びズムに行って、うん、アンケート最初書いた時、はい、矢沢先生に、え、なんで文系数学で受験せえへんのって言われて、え、そうできるんすかってなって、え、じゃあやってみたいですってやって、文系数学をそのまま突っ走り続けた人間です。はい、突っ走り続けた大事、はいはい、これが結構大事なんですよ、はい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 、だから僕個人的には、例えばカンカン同率で言ったら同志社とか、はい、マーチで言ったらそれこそ明治とか、はい、ちょっといわゆる文系数学が難しいと言われるような大学じゃない限りは、もし数学がめちゃ得意で、はい、例えばそれこそ定期テストレベルで考えても 1A は高得点取れてて、 2B でも 7,80 点をしっかり確保できているの、はい、数学が好きでそんなに苦手意識がないんだったら、特に文系は一旦数学にチャレンジしてみることは僕結構推奨したいですよね、うんうん、っていうのもやっぱり全大学が出してるわけじゃないんですけど、はい、大体各選択科目の平均点をもし出してくれている大学があれば、それ見た時にもう火を見るより明らかなんですけど、大体社会日本世界史よりも数学の方が平均点が低く出がちなんですよね、はい、で得点調整でわりかし有利に働くんで、はい、まあとはいえ計算ミスとかっていう怖さはあるものの、やっぱ得意で得点源にできたら、それはその日本世界史やるよりも中央値補正得点調整でそんなにダメージを食らいにくい科目であるという風なところで、僕はやっぱり数学をおすすめしたい。ただここにはさっきの僕が突っ走り続けたという言葉が大事になってきて、僕の目処は高3の引っ張っても6月。そうやね、6月頭ぐらい、もう6月中旬には数学で生き続けるのか、いやいや社会に変えるのか、うん、っていうのは結構吟味したくて、だから うちの生徒とかやったら6月頭に塾内テスト、うん、塾内生だけでやる塾内テストっていうのを毎年やっていて、僕の担当生徒でも文系数学で一旦やったものの、実際その6月の結果が特に数学 2B、微積とか数列とか、まあ、今やったら C に入ったベクトルとか、はい、っていうのがなかなか振るわないっていう状態になると、はい、
もうだいぶ苦しいので、はい、難関次第レベルに行くのは。でそこからじゃあ例えば志望校によりますけど政治経済に変えるとか、はいはい、日本世界史に変えるっていう風なチェンジを起こしていくっていう形は全然ありえるので、うん、僕は数学が得意なら数学をやるべきだと思っていて、うんまあ、あとはまあもう日本史世界史やるか、極端に日本世界史嫌いなんだったら政治経済っていう選択はありえるかなとは思うんですけど、うん、政治経済って万人がそのやったら点数伸びる科目ではないという感覚があるんですよ。ちょっとまずその社会に移行していく前に、はい、もうちょっとだけ数学、はいはい、文系数学話したいんですけど、はいまあ、学校が理系を選択してるからとか、はいはい、文系選択してるからとかで決めるべきでは僕はないと思ってるんですね、うんうん、やっぱりその今井先生だったら教育学部に行きたい、その中で数学が得意っていう状況があったから文系数学っていう選択が合理的なんじゃないかっていう仮説を立てて、それを遂行していってもらって、その定点観測をした時にいけるねっていう風になったから、はい、そのまま数学で走り切ったっていう形、うん、ただ現場で我々文系数学を選んでもらう時、はい、結構慎重にやるじゃないですか。そうですね、結構慎重になりますね。結構慎重にやるんですよね、はい、でその時ってまあ数学か社会だったら数学の方が得意かな、はい、みたいな状況だったら、うん、僕は数学進めない。進めないですね。絶対進めないですよね。進めないですね。もう絶対に数学の方が得意ですぐらいでやっとチャレンジできるかな。あとはね、学校の定期で 1A 点取れてたから数学にするけど 2B 微妙な子もやめときって言います。そうだね、もうそうやね、はい、もうそうやねしか言いようがないんやけど、これちょっと講師の感覚的なところあるんですけど、うん、やっぱね、数学ができるんだったら得点調整的にめちゃくちゃ有利に働くことがあるんですよね、うん、っていうのもこれ非常に高校2年生にとっては難しい話しますけど、まあ、多くの、私大がやってる得点調整の方式って中央値採点方式という方式があるんです、うんうん、でこれって満点だったら下げられないです点数、うん、満点だったら下げられない、でも99点だったら下げられるんですよ。1ミスでもしてたら下げられるんですよ。で社会で満点取るのめちゃくちゃ難しいです、うん、でも数学はハマれば満点取れる大学もあるんですよ。って考えた時に期待受験っていうことからもう一発勝負じゃないわけですよ、うん、で何回かに一発100点出せればその日はめちゃくちゃ有利になるんで、そういう意味でも数学っておすすめ、1回の合格が大事だから、うん、全部受かるっていうより1回の合格が大事なんで、そういう風に言ってます、うん、はい。ただめちゃくちゃ注意するし、我々としても1回やったとしてもここでこの状態になってなかったら、社会に変えようっていう風になるわけで、うん、そうなってしまうんだったら最初から社会を選ばせておけばよかったっていう風な判断にもなるわけですよね、うん、だからちょっと、まあ、理系だからとか、うん、理系って言っても理系じゃないやん我々から理系って言ってもやんっていう、うん、子もたくさんいるので、うん、そのあたりの当て感みたいなのは一回ちょっと相談に来てもらって、僕はその数学を選んでいいのかどうかっていうのはちょっと聞いてほしいですね、うん、はい。その言ってしまえば、はい、日本世界史が嫌だっていう人って、うん、まあいろんな可能性があると思います。例えば学校の先生がもうほんまお経みたいな授業してて、はい、誰が何してるんかも何にも分からへん、うん、頭に全然ストーリーが入ってこないから、うん、なんか嫌だみたいに、うん、授業の言い方悪いけどせいで自分ができないって錯覚してしまってるとか、うん、あとはもう暗記量が多すぎてしんどい大変だ、うん、漢字が苦手だ、カタカナが覚えられない、本当いろいろあるじゃないですか、うん、けど僕が受験相談に来られて政治経済と日本史で悩んでます、政治経済と政治世界史で悩んでますで、いやいやちょっとそれで整形にするのは待ってよって止めたくなるのが、日本世界史暗記量めちゃめちゃ多いですよね、うん、政治経済ってそんなに2つほど暗記することなく済むって聞いたから、はい、整形で受けようかなと思ってるんですけど、はい、みたいな非常に消極的な理由で政治経済を選んでいる場合はだいぶ警告する、その変えるなとは言わないですよ、はい、みんなが決めることだから変えるなとは言わないですけど、だいぶほんまにその感覚でいいのかと、うん、で僕は実際にもう例えば校舎とかに来てくれてたらもう政経の参考書を棚から持ってきて、うん、例えばもうどこでもいいさ、神大とかどこ何々大学の過去問赤本持ってきて開いて、同じ単元とこ開いて、全くこの文字通りこれを覚えてるだけでは残念ながらこの問題解けなくない、うん、じゃあどんな覚え方せなあかんと思う、うん、じゃあちょっと一旦整形考え直そうかみたいなあのことを受験相談とか本当にあったりするんですよ、はい、一番最初の段階で、はいはい、でそれぐらいやっぱりこうみんな整形を非常に甘く見てる、なんかこう暗記量が少ないという側面だけが一人歩きしてる感じするんですよね。だからそれにこう魅了されてしまって、日本世界史が嫌だから暗記が苦手だから整形をやる
はちょっと安易すぎるかなというかっていうふうに思うので、そこは注意してもらいたいなっていうふうに思いますよね。でも矢田さんってあの文系数学やってて政治経済に変えた、はい、僕は、ね、だから脱落組です。僕も今井先生と一緒で高2まで理系で高3で文献した側で、最初文系数学行ってたけど間に合わないって最後通告をされて政治経済になったぐらいで変えたタイプ、はい、そのさっきの数学からってなったらもう政経しかちょっと選ばれへんのじゃないかなっていう、ね、はいね、日本政界じゃもう間に合わせられなかったでしょうね、うん、政治経済でこんだけ時間かかったっていうことを考えても、うん、日本政界じゃ間に合わないだろうなっていうふうにやっぱり思いますね、うんうん、でも最初の段階でじゃあ社会の中で選ぶってなった時に、うん、それでも僕は政治経済を推しますね、うん、ただそれはもう政党のあれによるから、よりますよね。うん、あんま YouTube で安易に政経いいよみたいな大々的に推したいかって言われたら、うん、やっぱちゃんと話して決めてあげたいっていう風な感じになりますよね、はい、あの、うん、やっぱりね社会の中で一番スペックを要するのは政治経済なんですよ、うんうん、間違いないですね、はい、スペックというのはその暗記できるできないとかじゃなくて覚えただけでは取れない問題がある、うん、言ったら数学と一緒で、一緒って言ったら数学に近いかもしれないんだけど公式を覚えただけでは解けるようにならないじゃない、うん、数学も、うん、社会の科目の中ではやや数学に近い。いやでもめちゃくちゃ距離あるよ、数学と社会でめちゃくちゃ距離はあるんだけど、その中で政経だけちょっと寄ってるっていうぐらいの話なんだけどね、うん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 、でそういうところでやっぱりそう思考力がある子が数学が得意な子に多いから、うん、そういう入りやったら政経の方がいいかなっていうふうに思いますね、うん、ただやっぱり僕らが指導してて思うのは安牌は日本世界史、そうですね、はい、あでもこれ日本世界史が無理だったらもうないんですよね、もう話すの選択肢がないんで、はいはい、安牌は日本世界史で、指導要領とかカリキュラムよく見ていただいたら分かるんですけど、日本史と世界史だったら世界史の方が覚えること実は多いです、うん、多いですね、はい、1.1 から 1.2 倍ぐらいかな今、うん、っていうのはちょっと知っておいてください。ただそれは暗記量で日本史にしようとかで選ぶべきではないんだけど、うんうん、まあ、そこの差はもう誤差だと思ってほしいんですけど、そういう風になってます。あとはね、その社会ラストつけたし、はい、ちょっと理系の物理科学生物の話する前に1個つけたしで、はいはい、地理を選択する人だっているじゃないですか、はい、で政経もそうなんですけど、はい、安牌が日本世界史っていうのは特にマナビズムって、はい、社会は映像授業ではなく参考書とか問題集を使って、うん、マナビズムオリジナルのテストプリントを使って指示計画を出していくというふうにしていて、はいはい、授業を見るより参考書である方が、まあ、効率が間違いなくいいというふうに考えてる塾です、うん、って考えた時に日本史と世界史の方が参考書の選択肢が多いんですよ。そうやねんな、勉強がね、あの一人一人ナイズとしやすいんですよね。そうやね、政経で難関次第行こうと思ったら大体畠山先生のやつ使うか、はい、影山さんのやつを使うか、はい、になりがちなんですよね。で昔よりもその旧センター試験と次第の傾向の差よりも強手と次第の傾向の差の方が激しくなってしまったから、強手対策の例えば社会の問題集を参考書を使ってもぶっちゃけね効果が薄いんですよ。その知識量を詰め込むというのが重視される次第の傾向と、はい、知識量薄くてもいいけどその学んだことをより具体的な事象に落とし込んでいく、はい、表とかデータ読み取りに落とし込んでいくと言われるこの共通テストはやっぱ知識の運用か知識の暗記か、それがどっちですかっていうのがやっぱ問われるっていうので傾向が違うから、そう考えると次第でやっぱ独学でやっていくってなると日本世界史の方が、ああ自分これ合わないからこういう参考書をして、うわこの金谷先生のなぜと流れでいいやん、時代と流れでええやん、あパノラマ世界史、あ一度読んで忘れない、実況中継本物ね、いろいろあるんで、そうだね、このやり方で分からなかったらこっちっていう選択肢がいろいろ取れるもん、ね、そうなんですよ、代替案が出しやすいっていうところも含めて一応安牌っていうのはそういう風なところは側面としてあるかなっていう風には思いますね。そういう意味では指導者がいるかいないかっていうのも全然変わりますね、やっぱり考えなくちゃいけない、はい、うん、で地理もさらっとだけ言っときますと、はい、次第入試で地理はもう絶対にチョイスに上がらないです、はい、うん、やっぱり、国公立の志望で理系で社会全然時間かけられない、はい、とりあえず地理選んで、ね、地理サクッと共通テスト点数取っちゃうみたいな科目なんで、それを次第ってなるとやっぱり結構深くまで聞かれて、うん、さっき政治経済の時でも話した通りチョイスできる参考書が、うん、めちゃくちゃ少ないですね、めちゃくちゃ少ないんで政経より少ない、はい、あの次第
志望で地理を選択するっていうのはまあないなっていう感じですね。おすすめできないですね、はい、でやっぱり今これ高校2年生が見てくれてることが多いと思うんだけど、高校2年生の地理ができます、日本史社会史できませんっていうできるできないの差って、大学受験大きく捉えたらできるできないの差ってどっちも正直我々から見ると変わらないレベルなのよ。だったらそのリスクを承知で地理を選ぶより目先のことだけ考えて対局を見渡した上でやっぱり日本史世界史っていうのを選んでいった方がいいっていう風になりますよね、うん、そうですね、はい、文系めっちゃ喋りましたね。文系めっちゃ喋りましたね。文系の方が悩む子多い印象あるんですよね。理系はわりかしもうなんか自分が例えば建築目指してる子って大体物理とか、はい、薬学系目指す子は大体科学とか、はい、看護を目指してる人だったら生物とか、はい、結構学部とかに学科によってわりかし決められてる場合もあるし、だから選択の余地がないという場合もあれば、もうそもそも学校でこっちを取ってるからでわりかしそのまま行く人が多いんですけど、はい、特に悩むとしたら物理科学だと思うんですよ。そうですね、特に悩みどころはでこれ一つ明確にあって、はい、もし理系で数学がちょっと苦手というか、はい、そんなめっちゃ得意じゃないなって思う子が理系、はい、いますよねっていう人が物理やるとだいぶ苦しいんですよ。いやほんまにやめた方がいいその物理はねやっぱ数学的思考能力というか、はい、そのいわゆる何かしらの公式であったりだとか、はい、解法っていうのを、いわゆる聞かれ方とか角度が変わったりとかっていうのでどういう風に解法を具体的な問題に落とし込んでいくのか、うん、みたいなところが数学よりもよりその難易度が物理の方が上がる。で僕は最初に言って物理最初やろうとして理科苦手って言ってたじゃないですか、はい、僕は科学はそんなに苦手じゃないです、はいはい、それこそ定期テストも95切ったことないんで、はいはいはい、けど物理はなんでか分からんすけどできなかったんですよね。いやほんとね物理選ぶ子は物理楽しいと思ってますから物理楽しいと思ってる、はい、そうなんすよ。そこめっちゃ大事というかできないと楽しいと思えないですから、うん、理系の中でも物理全然楽しいと思えない、うん、めっちゃいるんで。だからね、入学した後に物理的なところが必要だから物理を使う方がいいってするうちの生徒でもいます、はい、入塾段階では。ただ、はい、学校でも物理選んでるから、ね、そうなんですよ、はい、ただじゃあ物理を3ヶ月4ヶ月やってみました、高3の5月とか6月になりました、定点観測をしてみました、はい、ちょっととこの今までの例えば力学こんだけ時間かけてやってきたのにこの運動方程式のこれもなかなか聞かれ方変わるとできないかってなると、うん、いや確かに入学してから物理やっといた方がいいっていうのはわかるけど、で天秤にかけてと物理をやり続けて同じ系統の学部をランクを下げてしっかり受けてここチャレンジしていくのか、うん、それとも選択はもうこう科学に変えて暗記移植が強い部分もあるからそれで頑張って時間をかけてやって自分が行きたいこの学部に入って入学してからしっかりついていけるようにやるのかどっちがいいみたいな聞き方をちゃんとした時に大体後者を取る子が多いんですよね。つまり物理から聞かないといけない子はね、はい、そうなんですよ、うん、科学に変えようかなってなる生徒もやっぱいてるというふうに思うので、僕はやっぱ最初から物理、つまり数学が厳しいなあまり得意じゃないなっていう子が物理を選ぶよりかはやっぱ科学を選ぶべきかなっていうふうに思っていて、そちらの方が合格する可能性は高い。ただ数学が好きで楽しくて物理もだから好きで得意、あこういうふうに例えばこの力学のところで、三角比の知識を例えばちょっと使ったりとかそういうので数学もやりながらなんか物理の力も伸ばしていけそうっていう人は絶対に英語をサボらないという前提でしっかりと英語数学物理で頑張っていくっていう、そういう子マジで英語サボってそうなんですよ、物数にもめっちゃ時間かけてこれで勉強した気になっちゃってね、はい、数物でやっちゃうんで、だからそこは理系の子はねあんまり選択科目に悩む、受験相談でもあんまり聞かれることないんですけど、特に物理がそんなに得意という意識がないんだったらこと難関次第受験においては科学の方が結果が出やすい傾向にあるというのは理解しておいてもらいたいなと、はい、ただまあ再三言ってるみたいに結局はもう目の前にいてるその一人一人の受験生のこう考え方、はい、今までのなんか定期テストの点数とか、苦手得意得て増えていろんなところをこう加味して結局塾生とは相談して選択科目の相談は受けるようにしてるし、安易に暗記が苦手だから整形にしたらみたいに言うことってうちは絶対にないです、うん、それ危ないから、だいぶ数学得意になったら一旦数学からやってみたらみたいなね、そんなこともよう言わんす、ちゃんと会話してみんなに合ったものをやっぱりちゃんと伝えてあげたいから、再三言ってるみたいにそういう子はもうねもうほんま悩んでる、別に選択科目以外でも今勉強これがうまくいってないあれがうまくいってないとかっていうのがあればぜひね受験相談、オンラインコースでも各校舎でも受け付けてるので来てくれたら今悩んでること
事の解決策はちゃんと提示するし、受験勉強のモチベーションを上げることも約束するから、もう少しでも悩んでることうまくいってないことつまずいてる部分があれば解決させてもらいたいので、ぜひぜひ受験相談申し込んでいただけたらなというふうに思います。マナビズムの公式 LINE で受験相談申し込めますし、動画の概要欄に貼ってあるマナビズムのホームページからも申し込みできるので、そこからぜひぜひお願いいたします。はい、それでは本日の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。今マナビズムの公式 LINE に登録すると3つもプレゼントを配布しています。早慶マーチカンカン同率の大問構成であったり、配点設問に対する解き方が完全解説された攻略本、英語の主要参考書100冊を細かく研究してまとめた参考書ガイドブック、君の英語の基礎力が10分でわかる基礎力判定テスト、プレゼントは定期的に更新しているのでゲットできなくなる前に概要欄の URL から必ず公式 LINE に登録をお願いします。